この映画はそうですね、すごく自分の個人的な経験からインスパイアされた部分も多かったんですけど、まあ4年ぐらい前に自分がこう双極性障害なんじゃないかなっていうふうに診断をされて、で映画を撮れなくなった期間があったんですけど、その、その時のことを結構思い出しながら書く作業はすごく自分の内面にすごく潜り込んで書く作業なので、なんかでも映画を作るときはいつもこう嘘をつかないようにっていうことを心がけているけれども、それに向き合うのは結構しんどいこともありましたが、主演の河合優実さんのすごい身体性みたいなものを、もともと彼女の出演作を見ていても、まあシンプルに手足が長いので、なんていうかしなやかですごくいろいろなことができるのではないかなとずっと考えていましたので、なんかでリハーサルをした時に彼女のお芝居を見て、それがなんか想定以上にやれるできる方だなと思って、かなり脚本の段階以上に現場で追加した動きとかが多くあるんですけど、シンプルな風に言っていました。世界の、まあ、自由な映画をたくさん見て、まあ、映画の勉強するときはいつも映画を見るに限るなと思っているので、なんか私にとってのこう授業は、まあ、大学ではなくて全ての映画かなと思っていて、それは今でも変わらないです。はい。